ばんは、ひろなです。今日はクワランタンでめちゃめちゃ人気なハンバーガーランバーガーに来ました。イエイ。ということで早速行ってみたいと思います。ランバーガーです。すごい本当に人気だそうです。すごいな、ランバーガーだよ。すごい、美味しそう。こんな感じです。メニューはぐるっと回りたいと思います。本当にこの一角にあってね、ちっちゃい感じ、一角にあって本当に人気だそうです。こんな感じですね。おいしそう。レイカー、すごいよ、本当に美味しそう。This shop is so famous. So I wanted to go. A three? Very old one. Oh, very old one. Mm. In Michigan. Really? Yes. 1977. Wow. Wow, so old. Ah, I see. So your second one? Yeah. Oh, nice to meet you. Oh, your son. And your daughter? Yeah. Wow! I see. すごい、ファミリーで経営しているそうです。以前もマレーシアのラムリーバーガー食べに行ったみたいな動画上げてるんですけど、今日はクランタンで最も有名なハンバーガー屋さん、そして最も歴史のあるハンバーガー屋さんのこちらランバーガーに来ました。イエーイ。3? 2? Only 2? 2 days? It's not enough, right? Yeah. I will definitely come back. Every day here? Yeah. Oh!ですね、私の想像ではハンバーガー屋さんはめっちゃ早いと思ってた位置ですけど、ここは人気すぎて結構待ってます楽しみ、めっちゃ楽しみです。来ましたってことで食べていきたいと思います。やばい、超楽しみ。どんな風なんだろう。わ、すごい、見て、紙に包まれてる。いただきます。幸せください。いただきます。すごい、紙に包まれていて、開けるよ。すごい、紙に包まれてるし、さらにもう一個紙にも包まれている。やばい、ほら超分厚い。見て、いただきます。めっちゃ美味しそう。食べるよ、食べちゃうよ。やばい、1年半以上ぶりだし、ラムリーバーガーも。Very good, huh? Very good. Set up, Ida. Thank you. Thank you. Set up. Terima kasih. めっちゃ美味しい。待って、この甘い感じのハンバーガーの味懐かしいけど、なんか前よりも美味しいと思う。分かんない。めっちゃ美味しい。もう一回行くよ。ああ。チリソースも入ってて甘いんですよ、やっぱり。
けるいい感じ、おいしい。なんかあとはね、ハンバーあのバパンが甘い、あとバーガーのバンズが外はすごい揚げてあってサクサクだけど中柔らかいみたいな、なんか美味しい。そんな中でトマトとか、はいトマトとか野菜がなんか入ってるから、そのすっきり感とかいうコンビネーションも美味しいです。屋台の味って感じがする。うん、ここは、日本のリンのあの直子さんという方のブログを読んで来たくて来ちゃいましたありがとうございます。いつも拝見させていただいております。普通のハンバーガーじゃないけど、よなんかウェスタンな感じの、これがラムリーバーガーだって感じ。うんうん、マニスだけどフーダー。 OK デニス、デニス、 Thank you デリマカシ。うん、オーナーさんからジュースまでもらっちゃった、飲まなきゃ。 1 o'clock、 うん、黒、until 12 o'clock ノンストップだな。わー、なんとですね、ここのハンバーガー屋さんは、ハロここのハンバーガー屋さんはお昼の1時から深夜の0時までやってるそうですノンストップバーガーだよ、まさに。うん、なんか私昔食べたやつより甘さ控えめな気がする。でもだからもっとご飯っぽい、パンとかの甘さが控えめな気がする。でも昔って言っても1年前だ、1年半とか前だから忘れちゃったけど手を合わせてください。はい、ごちそうさまでした。びっくりです、おーすごい、うん、うわ、 I'm lovely burger restaurant owner。 やっぱりお店によってラムリーバーガーを同じものを使ってても全然違ったし、ここぜひ皆さんクワンタに行った時はこちらのランバーガーさん来てみてください。 So if you like this video, please give me a like and subscribe to my channel. So thank you.